今回紹介するのは「英単語の語源図鑑」という本です。漢字の辺や作りを覚えるように英単語が覚えられる。今まで英単語は説頭辞や設備辞があるのはうっすらと分かっていましたがその間に語源があり説頭辞や設備辞にもきちんとした意味があるを分かりやすく説明されているのがとても良かったです。まるで 日本人が変と作りで漢字の意味をある程度想像できる能力を英語で得られたような気持ちになりますさらにイラストによって接頭字の意味や対象方向などや単語の意味が説明されているのは単なる記号の英単語の記憶からイメージや単語の持つ動きを想像しさらに単語が覚えられそうです。 紙の書籍も購入して両方を身近に置いて活用したい本だと思います。語彙力を増やしたくて購入仕事で英語が必要になり語彙力を増やしたくて購入いわゆる詰め込み式の単語帳はすぐに飽きて続かないのですがこの本は単語ごとに語源メモがあるので雑学的に楽しみながら読んでます。単語を覚えていいくというよりは、 単語を構成する要素のイメージをつかんでいく感じ今まで知っていた単語もそういう作りになっていたのかと発見があって面白い単語のレベル感は優しすぎず難しすぎずで自分にはちょうどよかったです感覚的には高校大学以上くらいのレベルかなとすべての単語にイラストがついているので気軽にページを開く気になれるのも良いです 丸暗記型の勉強法では、限界がある、会話で使える単語力を伸ばす最短の道直訳をそのまま覚えるだけの勉強法ではどういう場面で使える単語なのか自信を持てずに実践の場で使えなかったり一度覚えたはずの単語をまた調べたりという状況が続き 英語力の伸び悩みを感じていたため本書を購入しました意味を持つ単位に単語を分解しイメージしやすいイラストとともに解説されているため単なる直訳暗記ではなくニュアンスを含めた理解が可能です単語を忘れたもしくは知らないとしても意味を持つ単位に単語を分解再構築することでおおよその意味をつかんだり 利用場面をイメージすることができるようになるのではないかと期待しています。一見遠回りのように見えますが、実践で使える語彙力を伸ばす最短の道であると信じて本書を読み進めます。ユーモアとフィット感抜群のイラストお勉強感ゼロ。ユーモアとフィット感抜群のイラストで曖昧な記憶が整理されていくのが痛快です。 あるといいなが形になった感じ愛読してます。以上興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。